はい、どうも覆面ぼっちです。やほい。ね、もう鬼滅の刃界隈、もうすっごいね大盛り上がりなんです。え、何が？いやいや、鬼滅祭です。もうね、すごいですよ。熱気がね、もうムンムン伝わってくる。イベントごとっていうのはやっぱね、すごいですね。今ね、ここ鬼滅祭の会場にもいるんですけど、もうすごい、もうみんなから、ぼっちさん、ぼっちさん。と思いながら、もう妄想です、妄想。もうここの空間はもう幕張メッセです。楽しさとかさ、嬉しさとかさ、興奮っていうのがね、離れていても伝わってくる。で、僕ももうそういった気に慣れてる。もうすでにテレパシーみたいなものですね、こう皆さんと。もちろんね、現地に行くことができればね、それは良かったんですけどね、僕の、その場の雰囲気にこう身を任せるみたいなね、時の流れに身を任せてみたいな。僕はね、変わらずレビュー動画をコツコツとさせていただきたいと思います。はい、ということで前回の動画に続きまして AGF です。みんなにね、しっかりお伝えしなければいけないんですけれども、これすごいコンパクトサイズなんですよね。でね、なんでかっていうとね。AGF2023 うさぎ年ランダムアクリルスタンドねとって言いたいところなんですけど、缶バッジ、クリアファイル、あとチェキ風カードだったかな、お迎えするの忘れちゃったやっちゃった。僕の中での定番グッズをね、お迎えさせていただいたつもりだったんですけど、ごめんなさい。今回ね、ランダムアクスタだけでした。ですけれども、ランダムですからコンプしてるのかどうかっていうところもね、見させていただこうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。もうやっちゃったよ、もう本当に。なんでいつもこれバラ買いしちゃうし、取りこぼすし、そんなワイをこれからもよろしくお願いいたします。ということで、こちらがうさぎ年ランダムアクリルスタンドになります。もうラインナップやばいよ、本当に。もう皆さんご存知だと思うんですけれども、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、みつりちゃん、無一郎くん、全6種のラインナップとなっております。ランダムなんで、ここはね、本当にね、コンプを目指したい。もう UFO テーブルさんはね、僕はもう信頼しきってますから、ラインナップ数分の6袋お迎えさせていただいております。ちょっと切ろうか、怖いから色々切ろうね。しっかりこの AGF グッズ開封をね、完結させるために、綺麗な形で終わりましょうでは、移動グロメ上げていきたいと思います。シュッ、いきます。シュッ、ふッ、いきます。シュッ、おー、無一郎くん、やっべ、めちゃめちゃ可愛い。はい、こちらが今回のうさぎ年アクスタの台座になります。エトシリーズの等身アクスタでは初めての形状ではないかなと思います。なんか耳がね、ビヨーンってこう垂れ下がったようなうさぎを模した形になっておりまして、ここになんかリボンをつけてるのかな、かわいいね。そしてこちらが無一郎くん、やばくない、この透明感たるや、すっごいね。あ、目元にはハイライトがついていて、口元も雨開きになっている。何気ない無一郎くんの素の表情をワンショットで収めたようなお顔をされております。いや、すごいね。うさぎがワンポイントについている中折れハット、すごい。めちゃめちゃキャラデザインいいんですけど、垂れ下がったウサギの耳がね、バサッと展開しているような絵柄になっておりますけれども、エフェクトもあったりするんだけど、眠気まなこな感じなのかな、今回のウサギ年で出てくるキャラクターなのかなすごい可愛いんですけど、無一郎くんに頭をなでなでされてトロンとしている優しく抱きかかえてる感じなんかは、無一郎くんの本来見せるお人柄も出てるんじゃないかなと思うんですけれども、袖には霧の模様だったりとか、ワントーンなんですけど、星屑のような綺麗なね、こう反転模様が散りばめられております。やっぱうさぎ年だからかな、両足を折り曲げてピョンってこう飛び跳ねるようなモーションね、モフモフした尻尾もついてる。いや、これすっごい可愛いよ、やっべえ。無一郎くんのキャラデザとスタンドの接続部のところはかなり間隔が空いているっていうことで、セッティングした時には大きく飛び跳ねる無一郎くんっていうところをアクスタ一つで、表現できるという、これすっごい可愛いね
か正面から見てもちょっと上方向から見ても横方向から見ても躍動感っていうところはね、ちゃんとこう平面のイラストで見られるっていうのはこれ素晴らしいと思いますね。オッケー、アニプレックスさんから出ているムイチローくんと UFO テーブルさん同じ等身のね絵柄なんですけど、ここまで違うすげえ二面性が見えるね。はい、では2袋目。いや、ちょっと待ってね、ちょっと怖い。もう一回切ってもいいかな、この怖すぎるではこの一番上の2袋目いきましょう。いやー、でもこれキャラデザめっちゃいいな。あ、出た。ん？ピンクのリボン。え？あ、ねずこかな？いきます。あー、すごい。一人一人違うんだ。あー、ねずこだ。やばい。めっちゃ可愛いね、これ。あー、可愛い。すっげえ可愛いんですけど、デフォルメされたウサギがモチーフになっているスタンドじゃないかなと思うんですけど、耳元とか頬のところにリボンがついております。薄みがかったホワイトからピンクに変わるようなグラデーションということで、これは各キャラクターでスタンドの形状とか色合いは異なっているようですね。そしてこちらがねずこ。やっべえ、しかもアクスタめちゃめちゃでかいんだけど。うわ、すっごい。うわ、綺麗なお顔立ちだね。オレンジ色に赤らんでいるような様子だったりとか、お顔は横を向いてるんですけど、目線はこちらに当ててくれております。みつりちゃんの一番新しい立ち絵とちょっと似ているような感じなんですけど、刀鍛冶の里編最終話のあの二人の描写を見たりすると、なんかすごい感慨深い気持ちになるんだけど、二人の育んできたこう、絆みたいのがね、すごい見えるんだけど、いや、そこをね、反映してのこのねずこのポージングなのかなとか思うと、やべえ、泣きそうなんですけど。みつりちゃんの面影が見えるようなね。いや、すごいね。耳はね、ぐんと折れ曲がっておりまして、背面には蛍光色で描かれた梅の花がエフェクトとして描かれていると。振り袖を着てらっしゃるのかな？これね、すごいよ。透けている素材をもう一枚こう羽織っているっていうね。いや、これをね、イラストで描けるんだ。どういう表現方法なんだろうとか思うんですけど、着物の絵柄っていうところも薄く見えるように描かれております。一面にはこう梅の花があしらわれてますね。やっぱりね、ウサギが飛び跳ねてるかのように、両足を屈曲したポージングだったりとか、革靴なのかな？丸々としたウサギ。あ、ちょっとまつげもクリーンってなってるんだね。口火星をちょっと模してるのかなと思ったりするんですけれども、いや、これすごい、めちゃめちゃいいね。ねずこは縦軸での、ね、展開をしてくれているモーションで、ムイチロくんは、まあ、横軸にこう展開するようなモーションということでね、まあ、各キャラクターうまくね表してくれてますね。では続いて3袋目開けていきたいと思います。さあどうなる。と黒みがかっている。でもリボンがついているっていうところは、あー、これは炭治郎。いいね、やば、なんかすごい青年感が出てるね。かっこいい。底面に行くに従ってちょっと黒みがかったような感じになってますけれども、基本色はグレーとかちょっとね渋めな紫色が基調となってるんじゃないかなと思います。すごいね。ムイチローくんも被っていたようなね、こう中折れハットみたいなのを被ってますけれども、ツバの下の部分には大きな耳がこう展開している。帽子をねスポンって被った時のエフェクトじゃないかなと思うんですけれども、指先のね豆の描き方いや、ここもね細かく描かれてるね。逆三角形になった口元の描き方も等身アクスタではとても珍しいのではないかなと思います。いいよね、なかなかこういうお口をね見せてくれないので、こういった書き込みでちょっと大人びたようなお顔立ちにも見えますけれども、袖部分がキュッとね絞られたグレーのシャツの上に市松模様柄を模した着物を着てらっしゃいます。こうもすごいねで、市松模様柄の一部分にはウサギのマークがあしらわれたりとか、これは懐中時計なのかな。2つに分かれたボンボンはおそらくねウサギの尻尾だと思うんですけど、いや、そういうところもちゃんと描かれてる。小脇に抱えたウサギちょっとバタついてるような感じなんだけど、お顔はねこう炭治郎とリンクしているっていうよりもちょっとこう勝ち気なような感じなのかな。すっげーかっこいいんですけど。でそして袴姿に淡いグリーンのグラデーションがかかっております。指先にねぐんと力を入ってかかとが上がっているっていうことなので、おそらく炭治郎は、ね、地面に足をつけてこれから飛び立とうとしているようなモーションにも見えますけれども、
アクスタのね、この余ってる部分っていうところも底面に近いような感じになってるので、セッティングした時にもちゃんとね、こう地につけているモーションっていうのが確認できるんじゃないかなと思います。すっげー、もうなんか今までで一番書き下ろし良くない？UFO テーブルさんすごいね。やばしだな。これ面白いのがさ、やっぱ各キャラクター動きだけじゃなくてエフェクト込み込みでこのキャラクターたちが見せてくれる気持ちの部分っていうのすごいよく表れてますね。さあ4袋目開けていきたいと思います。今のところかぶりはなく半数折り返し地点を来ております。さあこっからだ、いきます。お、水色っていうことはこれは伊之助ではないかな。あ、そうだ、あ、ごめんなさい、これ裏返っちゃった。いきます。うわ、すっげー可愛いんですけども、書き込み量半端ないんですけど、ブチ、あ、ブチブチって言ってわかるかな、斑点模様があるようなね、ウサギのデザインですけれども、はい、水色のリボンが付けられております。いいね、すっげー可愛い。帽子も他のキャラクターとちょっと変わったね、つば付きの帽子になっておりますけれども、井の頭がついている。めちゃめちゃ可愛いね。で、耳も縦方向にこうつくような感じになっててね、ぴょんと、逆立ったような感じになってるっていうことで、なんかこう伊之助の表情からも見るに、こう高揚感がね現れてるような描き方ではないかなと思いますし、眉毛がつり上がっていて目元は大きく開いてるんですけど、ニカッとしたようなお顔になっておりますけれども、エフェクトはね、こうキャッキャしてるようなところから賑やかな場面描写にも見えますけれども、ウサギがね汗だまりもできて驚いているようなエフェクトもついてるということなんでね、これもまた面白いなと思うんですけれども、ずっと見ていくと、はだけたシャツ、リボンはつけてないっていうね心の着こなし方もとても伊之助らしいなと思いますし、着ている羽織、スカイブルーの色合いに裾はホワイトのウサギの模様、そして両手を真下に広げて、足元は両足揃えて飛んでるんだ、無造作に落ちていく下駄あー、なるほどね、これウサギと張り合ってるんだいやー、ここも伊之助らしいね。俺はここまで飛べるんだぜっていうところが出てるんだね。あー、面白いねこれ。いつ見てもドヤ感が出ている伊之助っていうなんかね、他のエトシリーズだと一緒にいる動物たちと喧嘩している姿が多いんですけど、やっぱり本来持ち合わせている伊之助の性格っていうのを生かした書き下ろしになってますね。これ可愛いね。いやだからね、一コマなんですけどちゃんと場面描写が見られるっていうね、そしてちゃんとキャラクター性を崩さない、これはすごいね。はい、ということで5袋目に来ましたね。今のところ被りなくそのまま来てます。あと来てないのは善逸みつりちゃんになります。お願いします。 UFO テーブルさん、ここはお願いしたいところですけれども、このイエローが主体になってるのは善逸ではないでしょうか。かっ、うわ、かわいい。ニコニコ。やべえ。ちょっと待って、これやばくない？すっげえかわいいんですけど。オレンジのリボンと、クリームがかったような色合いが主体となった、ウサギの台座となっております。いやー、すっごいかわいいね。麦わらのカンカン帽をかぶった善逸ですね。伊之助と同じような感じで、上方向にピヨンと伸びたウサギの耳。前髪の部分をピンで留めてる。もう女の子じゃん。めちゃめちゃ可愛いね。片目ウインクして大きくね口を開いた善逸。頬にはね斜線書きしてるんですけど、赤らみの部分が描かれております。ウサ耳ポージング。いやー、なんか残か残響残かすいませんいやー、こんなポージング見られるのは多分初めてだと思うんだけど、エフェクトの部分は星マークっていうことで、やっぱり可愛さをね強調してくれてるものではないかなと思います。イエローやオレンジが主体となっているストライプ柄の模様となっております。袴を履いてらっしゃる。動きも前逸が一番大きいのかな、すねが見えているっていうね、斜め方向から見たような角度がついておりますね。前に進んでいくような可愛らしいウサギが描かれていて、こちらも片目ウインクをしております。前逸とのねこのリンクしているところなんかもすごくいいんじゃないかなと思います。スタンドにセッティングすると底面に近い部分での、動きを表してくれている。これはすごい可愛いね。片足軸にしてバランス感覚を保っている。
お茶目感がすごい出てるからめちゃめちゃ可愛い。うさぎ年ちょっとやばいよ。はい、ということでね、ラスト一袋になりました。今のところセミコンプ状態。これはもうみつりちゃんでしょ。っていうかさ、なんでいつも最後にイグッティやみつりちゃん来るの？もうちょっとそのドキドキ感から僕は早く解放されたいんだけど、序盤で来てほしかったんですけど、これでちょっと外したら終わりなんですが、ちょっとこれ本当にお願いします。ここで来てくれないと。だって僕クリアファイルとか缶バッジとかチェキ風のこのカードとかさ、全部逃しちゃってさ、もうここだけなんですよ。ここ頼みなんですよ。本当にお願いします。本当にお願いします。では行きます。あ、確定してるかな。え、違う、これネズコと同じリボンじゃないの。もういいや、正面から見よっか。だって今回の闘神アクセスすごい書き込み量が多くて、今まで見たことがないね、とても完成されたキャラデザインになってるんで、ずー、聞いてくれたし、もうちょっと待って。ちょっと待って、持ちまくった。ちょっと、なんで、ネズコと同じリボンだったじゃん。違うの？え、嘘だ、すげえ嬉しい。涙が止まらなくて一時撮影中断しておりましたけれども、こちらがみつりちゃんの台座になります。髪色を模したかのような、色合いをしたうさぎちゃんです。よく見たらね、リボン今度みつりちゃんは左側にありました。びっくりした。はい、そしてこちらがみつりちゃんです。もうやっべー、一番可愛いかも。なんじゃタウン僕最強だと思ってたんですけど、このみつりちゃんが最強かも。すごいね、もう頭元からうさ耳が出てます。もうバニーちゃんですね、これは。てかありがとう。髪飾りなんかもね、たくさんついていて、このね、ジャラジャラしたところ、ハート型になってんの。いや、これ一見見たらね、全然わかんないんだけど、こういう細かなところもね、ありがとうございます、本当に。目元もすごい大きく開いてんだけど、片目ウィンクして、もつさん、最後に私出たけど、びっくりしたって、びっくりして、本当に。だってこう、もうちょっとね、諦めかけてたの。で、ごめんよ、すごい手震えてんだけど、許してね、来てくれるのかなって、すごいね、心配だったんだけど、もういつもあなたに本能違う、翻弄されてるんだけど、もうそこがいい。もうありがとう、みつりちゃん。ごめんなさいね。ハートのエフェクトは、アクスタの特性を生かして、線画機で表現してくれております。一筆書きしたような、ね、ハートマークもあったりとか、三つ編みの部分、横展開するような、描き方をしてくれていて、うさぎの両手の部分にスッと手を入れて、お尻元を手のひらで包み込んでくれてる。頬ずりしてるようなね、この二人のね、感じもすっごいいいね。グリーンを主体としたストライプ柄の着物になってますけれども、花柄のデザインだったりとか、花びらが舞っているように見える描き方も一つ一つ見るとハートマークになっている。これはすごいね。黄緑色の、なんかボンボンみたいのがいっぱいついてますけど、これはファーなのかな？ひらひらのついたね。みつりちゃんらしい、新しいコスチュームですね。片方の足は屈脚していて、内股加減っていうところも出てますし、下からもハートマークのエフェクトが浮き上がっている。キュンキュン感満載だね、これ。やばし。三つ編みの髪の毛も、まあどこかうさ耳のような感じにも見えるので、まあ存在自体がもううさぎと。どういうこと？言っても過言ではないぐらい。いや、やばいね。めちゃめちゃ可愛い。まあ、カラフルなところもそうですけど、お顔立ちがとてもはっきり見えますね。すっげえ、これ、やばい。めちゃめちゃ可愛いんですけど。UFO テーブルさんからもラインナップされていた AGF、ランダムアクスタ。見事、コンプリート一発コンプです。ストレートコンプ、ありがとうございます。今までのね、闘神アクスタのエトシリーズと比べてみても、書き込み量はめちゃめちゃ多いですし、キャラクターへのね、この立体感っていうところはすごい感じられる書き下ろしではないかなと思います。そしてまあね、本当にこのうさぎ年に合わせたキャラクターのこのモーションの付け方っていうのも、とてもうまいです。うまいというかもうちゃんとね、個性が出てますので、一人一人の魅力がね、詰め込まれてるんじゃないかなと、思います。それぞれでね、やっぱりコンセプトがしっかり確立されているっていうところがね、素晴らしいなと思いますし、そこからね、全くブレないっていうところも、僕たち鬼滅ファンに喜んでもらいたい、楽しんでもらいたいっていう、この思いがね、すごく伝わってくるグッズでした。これにて、AGF 動画完結です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。